レッサーパンダは木の上で生活する動物ですからね、こんな細い木の上をね、器用にも当たったりね。落っこちんなよ。こんな器用な格好してね、座ったりするのは彼らにとってみるとそんな難しいことなんではないんですけども、もう3月の、真ん中ぐらいになりましたんで受験シーズンも終わりにかかってますけども、某動物園ではね、レッサーパンダ、木から落ちない動物ということでね、写真を受験生のお守りで配ってるみたいなんですけども、こちらのクータ君よく木から落ちるんですね。ですけどこいつのお守りだけは絶対落ちたくはないと思うんですけどね、ついちゃん、落ちちゃうんだって。こちらのクータ君、2008年に千葉市動物公園、ここで生まれた男の子になります。オスになりますね。お父さんは有名なフータ君、お母さんは残念ながら亡くなってしまいましたけども、チーチーという2頭で生まれました。かわいい。なんで降りるの？こちらのクータ君、8匹いたフータの息子娘の中で、唯一千葉の方に残ってるのがこのこいつだけになります。まあ、俗に言う跡取りという感じで残ってるわけなんですけども、跡取り弟子は大変優秀でね、奥さんのメイメイとの間には痛いんだよ。痛いの。奥さんのメイメイとの間にはなんとね、やはり7匹の赤ちゃんが誕生したというね、跡取り弟子とはしっかりしたことをやってるわけなんですけども、じゃあいっぱい当てる。まあ、よくね、お父さんなんだなんてね、言われる方も多いんですけども、実はレッサーパンダ単独生活者、一頭で生活しますから、子育ては全くしたことがございませんね、こちらのパパはね。子育てをして立派に子供を育てたのは奥さんの方になりますね。ね。あんたは何やってるかというと、ここで一緒になってリンゴをね、ひなが一日食べてればいいという、気楽でいいね。ね、まあ、こちらのクータ君は現在奥さんとは別居中ということでね、一棟で暮らしてるわけなんですけども、まあ、さっきもちょっとね、言いましたけども、実はレッサーパンダという動物なんですけども、単独生活者です。一頭で生活していてね、ポツンと寝てるレッサーパンダを見るとなんか寂しそうなんていうね、お客さんもいるかもしれませんけども、多分彼らにとってみると一頭でいる方がね、せいせいしてる。せいせいしてる。何それ、これこう向いて食べない、お客さんの方向いてさ、はい、見返り、見返り美男子イケメンイケメン、はい、イケメンイケメンイケメンまあ、ゆっくり撮ってあげてください。ね、この僕かわいいですってね、はい、こちらのクータ君、大変な食いしん坊でね、リンゴさえもらってれば安心してしまうというね、その格好は何ですか、その格好は、ね。この後ですけども、お話はございませんけども、ガラスの方の天使用には、クータの娘、メータというのがいます。こちらにもリンゴありますので、お時間がある方はぜひガラスの展示場の方に行ってみてください。
バイバイ。手舐めてんの？おいしい？あ、すぐついてる。ほら。